これから、乱闘シーンの上がりをやります。はい、僕らの姿は映ってませんが、大塚祐介と、はい、餅月義です。アバンニューチューです。はい、よろしくお願いします。餅月さんの今日の意気込みは？今日はね、学生さんも多いということで、私初めてなので、前回鳥取の時はソーシャルディスタンスだったので、学生さんだとどんな予感じゃんのか楽しみにしています。あ、じゃあちょっと予備で持ってるんで、ちょっとしときます。はい。その1枚を入れちゃっていい？あ、入れちゃっていいですか。他のやつはね、気合いで頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。めぐみへの誓い奪還、青森県青森市公演終わりました。はい、どうも皆さんお疲れ様でした。中原さん、今回1回だけ の、 はい、参加ということでどうでしたか？そうですね、今年度は3公演で、そのうち多田さんも入ってきました。1公演だけだったんで、そこに、まあ、集中してやろうと思ったばかりにちょっと気負ってしまって、場当たりの時は声が出なくて、なんかね、緊張しましたね。かなと思ってたんですけど、そうありますわね。でも、中谷さんは本番に強いタイプだなっていうのはすごく感じたんで、本番は素晴らしかったです。いやいや、素晴らしいとか言って、何回も言ってますけど、特別な感情でみんな野草会熱戦者のメンバーを、ね、そうですね、取り組んでいますので、今日、青森の、在住の方がお二人見てくださったんですよ。で、普段拉致の問題っていうのは、まあ、知ってたけどもそれほど関心はなかったっていう方々だったんですけど、これを見てもう胸にこうぐさっとくるものがあって、まあ、舞台っていうのは本当にこう伝わるねっていうような話をしてくれました。そうですよね、知ってても深くまでは知らないっていう方は多分ほとんどですよね。そうですね、知らない人はめったにいないと思いますからね。で、この舞台、まあ、特に野伏監督がご家族、拉致被害者のご家族ですとか、あとキム・ヒョンヒの証言などをもとに、本当に実際のことを舞台にしているので、もう事実なんですよね。それをこう舞台で目の当たりにするっていうのは、やっぱり
こう怖いっていうのもあるでしょうし、うん、自分も何とかしなきゃいけないっていう、その多分皆さん見た方複雑な気持ちでなんかこう、うん、お帰りになるのかな、絶対残ると思いますね。ねえ、うん、そうですね。前回の鳥取公演のように舞台何もなくなりました。そうですね。あ、いいですか、もう。次の埼玉公演もまた頑張りましょう。うん、そうですね。埼玉、次は桶川での公演となります。はい、2月です。はい。はい。ぜひ多くの方にご覧いただきたいです。はい。中谷さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ次の埼玉県桶川公演もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。